佐々木朗希、周りを納得させる成績求められる。自主トレ先のハワイで一番こだわってきたのは直球の質だ。上からボールを潰すような叩くような感覚をハワイからずっとやってきました。走り込みやウェイトに加え、肩かぶと骨や胸郭などの柔軟性や可動域を広げるトレーニングを毎日導入。その成果もあり、現地では傾斜は使わずに平地での投球練習のみだったが、ボールの受け手からは球がライズしていると驚かれた。この日は初めて傾斜で捕手を座らせて実戦に一歩近づいたが、同じ感覚で低めに投げられるイメージが湧くかを確認したかった。実際すごい低めに行ってましたし、スピンの効いたボールが行っていたと思います。自然と浮き上がるライズボールの手応えを口にした。菅野オフ明け、いつも進化しててすごいよな。シーズンに生かされるかは別として、研究家なんだろうな。ソフトボールに転身したんか。今年はそれなりにやりそうな気するわ。素人さんは混乱してもしゃあない。アマチュアで解説かじるってなんだよ。素人さんは勘違いしてもしゃあないか。別に間違ってなくね。ライズボールでソフトボール専用の言葉と勘違いしとるやつ多いな。こいつは素人じゃない事実。今はホップ率がわかるんよね。すごい時代だわ。バックスピンかければ落ちない説と、ジャイロ回転の方が落ちない説あるよな。素直に日ハム行ってれば今頃10年150億円契約の7年目くらいだったろうに。そういえばダルのワンシームってどうなったんや。それも行くような玉屋とか言うてへんかった。ご視聴ありがとうございました。